こんにちは、マサイ6494です。今回はドラゴンボール特化元の世界をなんちゃら永遠の神の人々の罪と神々の失敗のスーパー2ですね、やっていきたいかなと思います。ゴールデンフリーザーパーティーでいきたいと思います。さてさて、ただ今思うと途中退属性なのでちょっときついなって思いつつ、ゴールデンフリーザの早属性でブロックしつつっていう感じがまあベストなのかなといったところです。結構かっこいいな。いいね。さあ、ラウンド2いきましょう。やべ、めっちゃ食らったぞ。まあこれで倒したでしょう。倒しきれっかこれ。いいね。いったんじゃないか。オッケー。3回戦。トランクスよりこっちの方が結構きついかも。よし。このターンやべえな。
いいね、攻防で。攻防でいいね。全然詳しくですね。嫌な予感です。ただこのターンでいけると思う。あ、でもちょっと足りないかもしれないな。いけるか。よし、ラストだと思うよね。回復してるみたい。いいね。いいね。ラストでしょ。はい。ということで、今回はドラゴンボールドットモトルの世界をなんちゃらメル、永遠の神、人々の罪と神々の失敗のスーパー2でした。まあ、なかなか、こっちの方は難易度高いと思います。属性揃ってないと結構危ういところがあると思いました。はい。ということでですね、今回は、ドラゴンボールドッカーモデルの人々の罪と神々の失敗のスーパー2でした。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。